日々の生活の中で新しいインサイトやアイデアを発見するために心がけているマインドとアクションを教えていただきたいです。一回これ答えますね、うん、新しいインサイト、インサイトなんですかね。なんかまあいろいろやってることは、まあ、無意識的なもはや流れ作業みたいなのも含め、流れ作業って癖みたいなのも含めて言うと、なんか結構人の気持ちを観察したりとか自分の気持ちを観察したりするのは結構好きで、それは結構やってたりとか。企画はどこでするの？オフィスでやるの？企画オフィスとか家とかカフェとか、うん、本当にバラバラです、うん、とかあとはなんかそれでちょっと気づいたこととかメモしたりとか、なんすかね。あとこの感じなんだろう、言葉にできない、まあ、コピーライターなんでそういうことは頑張って言語化しようっていう癖は結構あるかなと思います。まあ、そのせいで言い過ぎて毒舌って言われるんですけどそういうところはありますね。なんかこの Tinder の男の人のなんか絶妙に生理的に無理なんだろうとかを言語化しちゃってなんかいいなとかすごいやっちゃいますね。なるほど。あとなんか面白いものは、まあ、広告じゃなくても何でも結構スクショして残してたりとかもしてます、はい。なんかちょっと今いいフレーズかもみたいなメモってるってこと？なんかあんまりそれはやってない、やっぱ続かない。やってみたことはあるけど続かないんで、まあ、でも実は裏垢でメモってたりはすることもあります、気がついた時には。なるほど、なんか失恋した時とかすごいいろんな感情メモりがち悩んでいるだったりする。考えてるからね、こういう時にもう一回ぐさってくるんだみたいなこととか。それ読み返してこうソースとして仕事に生かしたりもするの？いや特にはなんかダイレクトに生かしたことはないかもですね、意外と、でもなんかどっかで役には立ってる気がしてますね、